ちゃこんにちは。はい、さあ豊さん、はい、お帰りなさい。パワーアップして帰ってきましたよ。焼けましたね、沖縄。もうなんかこう日差しがね、さんさんと降り注ぎ、はい、まあ、マスクの後まで焼けたという。本当ですね。いや本当に焼けてる。そうそうそう。でもそのぐらいいい天気だったわ。雨とかなかったですか？雨とか一切なかったね。帰るね、はい、20日の時に少し肌寒いなっていう、うん、ことを感じただけで、はい、それは長袖着てシャツ着て上着着てって言ったら、あ、やめようと思ったの。すぐ、いや、 やっぱちょっと T シャツにしようみたいな。あ、いいですね、この時期に暖かいし。今回はどんなスケジュールで、はい、まあ2月の15から20日までキャンプを見て回ってたんですか？まあ、基本仕事で4日間ジャイアンツに行かなきゃいけなかったんだけども、4日間隙をついて、はい、まあ、DeNA に少し顔を出し、うん、で帰る最終日は阪神に顔を出しっていう、まあ、そういうスケジュールだったけどね、はい、まあ、その前はヤクルトを見たんだけど、はい、まあ、だから申し訳ないのは中日と広島セ・リーグで言えばちょっと見れなかったかな。ロッテは、はい、DeNA とちょっと試合やってたから、うん、まあ、選手とこう話をしたりだとか、うん、まあ、新しく入ったコーチとか、はい、あと話すことはできたけどね。じゃあまずそのがっつり言ってた、まあ、巨人、はい、では豊さん、まず巨人のキャンプ、はい、どんな印象を受けました？でも新しい外国人が多いのと、はい、やっぱベテラン人が、まあ、マッチもそうだし、長野も、うん、この2人は元気だったわ。まあ、マッチはね、連日マッチ声出す。写真撮らせて言っとったら、こうやって厚底ポーズで明るい明るいんだよ。まあ、一人声で言って、ね、オッケーオッケーって言ったら、うん、外国人で、マッチオッケーじゃないぞって相変わりにしとけ言って言われてたけどまあ、だけど元気だったな。長野選手、ずっとここまで一切あんまり取材とか受けてないじゃないですか、はい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 、挨拶とか話しました。どんな感じでした？若いな。今年39だと思う。え、もうそんなですか？え、長野お前いくつになったって言ったら39になりますって、今年。いや、若いんだよ。で、元気があるんだよ。はい、でお前どうなんだって言ったら、いや調子いいですと。おー、いや、で原監督にも、はい、お前何番打ちたいんだって言ったら言われて、一番好きな打順は何だって言ったら3番ですとか言ってたり。おー、じゃあ でも一番もあるぞって言われてたけど、うん、原監督からですか？そう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 。いや、だからもう本当に返すのではなくてね、うん、ジャイアンツに、いや、そうじゃなくてもう本当に戦力として見られてるっていうのは、はい、嬉しかったんじゃないの？そうですよね、うん、いや、でもこのベテランが、まあ、加わることによって元気だったりとか、もう一度なんかこう一致団結力っていう、まああるよね、うん、で、まあ、長野なんかも兄貴分みたいなね、はい、まあ、選手が帰ってきてるし、うん、まあ、マッチは元気が入ってきてるし、はい、だから、まあ、そういう意味ではいいベテランが入ってきたな、帰ってきたなっていうのが、うんうん、まあ、そんな感じが受けたよ。そうですよね、うん、で、なんといってもやっぱ坂本おじさんなので、坂本選手とは話されたりとか、はい、話した話しましたか？坂本はやっぱ飛ばなくなってるとか、はい、まあ、いろいろこう言われてるけどね、まあ、話をしたけど、はい、例年だったら任されるというキャンプを、うん、はい、送ってたんだけど、今年はちょっと違ってね、で、もう一度一からということで、まあ、やってたけど、そのうまくいってない、うん、打球が飛ばない、フリーバッティングやっても飛ばない、だから昔のことを追っかけてるんだよ。うん、まあ、例えば もっと楽勝に入ってたのがやっと入るとか、入ったと 思ったのが入らないとか、まあ、そのことによってやっぱ坂本はちょっと錆びついてるとかね、いろいろこう言われてるけども、まあ、俺と坂本では全然違うけどもさ、俺もなんか須藤監督、まあ、ジャイアンツから来られた人なんだけど、はい、が監督になった時に、あ、そういえば同じような境遇に立たされたなってと思ってさ、はい、で、このままお前やったらね、ダメになるよって、もう引退間近になるよって、うん、早いよこっからはみたいなことを言われて、本当にね、ケチョンケチョンにやられたというかさ、まあ、例えば俺の方が上なのになんであいつを使うんだとか、はいはいはい、で、なんであいつが打順が前なんだとか、だから紅白戦やっても例えば増田陸が5番打って坂本が6番とか、そういうこと俺もあったなと思って、なんだこの野郎とか思ったの当時はです。当時はね、まあ、坂本もあ同じような境遇に立たされてるなっていう、まあ、これ もう一回言うけど、俺と坂本でも全然ねレベルが違ってあれなんだけども、ああそういう境遇に立たされてると、それはやっぱこう監督コーチが坂本ダメだダメだって言ってるんじゃなくて、もう一度来てくれもう一度来てくれって呼んでんだよね。もう一度輝きというか頑張ってるところ、そう、まあ、輝いてるんだけどさ、もちろんそうですね、もっと輝ける、お前もっとやれるっていうさ、奮起でさせる、うん、だからここでやるかやらないかではすごく大きなことだよね。元気ではあったんですか？あ、元気。元気でしたか？一生懸命やってるよ。おお、よかったです、よかったです。あとは例えば中田選手であったり若手であったりとか、中田翔は三冠王だからね。
三冠王ぐらいの調子の良さというか、はい、すごい考え方というかね、はい、まあ、中田翔ともこう話をしたけども、まあ、素晴らしい考え方にこう変わってきてるよね。考え方が巨人に来てから、うん、いろんなことで変わってるってことですか。やっぱあのぐらい素質があったりと、まあ、坂本もそうだけど、まあ、中田翔もあれだけの素質があって、あれだけの実績があったら再現性がやっぱ備わってるんだよね、うん、だから自分が頭の中で思い浮かんだこと、うん、思い浮かべてること、うん、それがやっぱ表現できるんだよね。具体的に中田選手は今回のキャンプとか見ててどこら辺が変わってきてるなって思いました。それは教えない。いや嘘だよ。それは嘘だけどさ。いやだけどやっぱり日本ハムの時は、はい、自分が打たなきゃ負ける、自分が打ったら勝てる、まあ、そういうことで長打率っていうか、うん、そういうことをこうひたすら追いかけてたんだけどもさ、やっぱジャイアンツに入ってきて最初の頃そうだったんだ。やっぱホームランが俺の魅力だって、うん、だから確かにホームランの魅力は感じつつも周りにいっぱいいると、俺が打たなくても勝てるんだと、うん、でも俺がやったらもっと強くなるっていうことを感じ取ってるよね。だからそれがやっぱバットを少しなんていうの短く持って操作性が良くなったって言ってんだよね、うん、だから日本ハム自体は短く持ってないですもんね。時もあったけど、あったけど、まあ、ほとんどない。だから終始もう短く持ってる。だからもう操作性をもう考えてそうなってるし、はい、右打ちにしても日本ハムの時っていうのはやっぱホームランを狙ってたんだよね。右打ちするにしても、でもジャイアンツに来たら強い打球を打とうとしてる。だからこう長打率は下がったとしてもやっぱ貢献をすることっていうのをやっぱこうすごく意識してるよ。ものすごく大人になってるし、ものすごく変わった、良くなってる。巨人に来て変われて良かったですね。あ、そうだね。だから、まあ、原監督とかもね、はい、まあ、いろいろ話したりとかもしたって言ってるけども、はい、まあ本当にいいように変わってきてるよね。あと若手はどうですか、総じてみて。いいな。いや、それは門脇いいよ。あ、それは、まあ、ショート、まあ、動画も作ったけど、はい、いや動きいいな。球際強いし肩強いし、はい、まあ、打ち方も悪くないしね、うん、近い将来出てくる可能性はあるね。もうそうですよね。いや魅力的だよ。あとは、まあ、秋広、これインスタで撮って載せてるけどさ、めちゃくちゃやっぱでかいね。ゆたさん半分ぐらい待ってましたもんね、身長さん。もう本当大人と子供みたいな感じになってるけどさ、はい、秋広も、まあ、原監督曰く、まあ、フリーバッティングは松井秀喜級だと。これが試合に出せるか出せないか、はい、まあ、これは彼の力にかかってるな、今後にかかってるなとは言ってたけど、うん、まあ、確かに秋広のフリーバッティング見に行こうよっつって監督に言われて、はい、まあ、見に行ったんだけど、飛ぶな。飛んでますか。簡単に行くな。いやだからすごいすごい。あとは鈴木大和、めちゃくちゃ足速いな。いやだからなんかね、スペシャリストがこう出来上がってきてる。それで枝葉をつけるとレギュラーっていうのが近いなとか、まあそんな感じにはなってきてるけどね。まあだから巨人もその若手だったりベテラン中堅の選手が本当切磋琢磨して、ああそうそうそう、このキャンプを送ってるなっていう、うん、コーチがものすごく多いからさ、いろんなところでこう声かけしてるし、はい、まあ元気にやってたね、うん、ウィラーいるの知ってる、コーチで。あ、そうですよ、コーチになったんですよね。そうそうそう、いました。言っといた。外野のノック打ってて、最初もうゴロしか打ててなかったから、うん、下手くそとか言ってつ言ったらいや最初最初とか言ってた、言ってました。だけどああいうこうムードメーカーなね、うん、はい、コーチもいいし、まあデイブも、まあ、生き生きやってたしね。だからまあいいキャンプを送ってたと思うよ。まあその後は DeNA、 まあ、その時ちょっと試合でさ、はい、練習の風景っていうのはあんまりないんだけども、まあ、松尾が出てたりだとか、まあ、林、まあ、いろいろ見てきたよ。あで、まあ京田ね、 YouTube ちょっと撮ってきたし、まあ楽しみにしてほしいんだけどもね。そうですね、うん、まあ表情は明るく、まあ、やってたけど、うん、だけどやっぱこう頑張らなきゃいけないという危機感も感じながらね、まあインタビューしてきたけどもね。 DeNA のキャンプの雰囲気はどうでした？いや毎年のことながら、まあ悪くはないよ、あそこは。でみんな明るくやってるし、まあ明るい中でも競争もあるしね、はい、悪くはないけどね。そのあたりもね、また DeNA のちょっとキャンプリポみたいなのを撮りたいですね。はいはい。で阪神です。阪神緊張感あったな。いや、やっぱこうグラウンドからこう伝わってくるんだよね、その緊張感というのは。なんかピーンと張り詰めた糸があってみたいな、そんな緊張感を感じながら平田にヘッドコーチね、はい、声かけたんだけど、平田とか言ってこうやって見て無視するから、そうそうカツオとか言ってったら、うん、え、豊さんですかみたいな。気づけよお前って一発でって、こっちだってさ、うん、勇気振り絞って出してんのにさ、豊さん
後で、あのカツオが、あのさん元気ですかとか、いつもさ、なんすか遅いじゃないですかとか、そういうノリで来る人間が、はい、今練習中だから分かってる。まあそのぐらいやっぱりね、緊張感を持ってやってた。それがやっぱり選手にも伝わってて、選手もっていうところなんですか、うん、だからあの死後とかしてる選手がいない。だから人のプレーを見、自分の番が来たら緊張を持って練習に携わってるというね。巨人、阪神、相並ぶライバルチームだけども、やっぱ雰囲気は全く違ったな。違うんですね。ああ違った違った。まあ昨年まではなんかまあ似たような感じで、はい、行われてるなっていうような感じでしたけど、まあ岡田監督になって、まあ、そこら辺はちょっと違うな。岡田監督ともお会いして話した。ああ話をした話をした。ああ俺抱擁って言ってました。抱擁やっぱり俺が優勝はどうのこうのって言ったら、岡田監督の方からあれだろってええみたいな、それ気に入ってるみたいな。あれ気に入ってる、まあ、そんな感じだったよね。じゃあ阪神は阪神でまだね話すところがたくさんあるので、これもまたちょっと動画で阪神キャンプやりましょう。いい選手もねちょっと見つけてきたよ。やっぱねまあ主に最近ではあまりこう現地に行くことっていうのが、うん、他の解説者もそうだけど、まあ、全体的に量は減ってるね、はい、でもやっぱり現地に行って生の声を聞き、生で見るといい選手いるぞ。いっぱいいますか。いろいろ、そのいわゆる記事になってない選手でも、あ、いるなぁ。それとか一緒に見るじゃない。まあ、例えば阪神行った時でも谷繁がいたからさ、おしげとか言って言ったら、お父さんあいつ良くないですかとか言って、はい、パッと見たらやっぱりキャッチャーはキャッチャーのところに目が行くんだな。そしたらこっちの星野がいた、星野信之、はいはいはい、スローカーブっていう、はい、オリックスのキャンプどうやってったら、うん、山下俊平だ、すごいですよ。ほら谷繁が乗ってきて、あいつはすごいよなとか言うわ。盛り上がる。いやだからやっぱ現地に行くとやっぱそういう情報交換もできるからすごく嬉しいな、やっぱ現地は現地の強みってありますね。そうだな、そうですよね、だからまあいろんな選手がいる中でやっぱ嬉しかったのは、うん、YouTube 見てますって学生もね、はい、言ってくれるんだよ。皆さん年齢層低い方も見ているんですね。お前嘘つけみたいな、うん、お前こう言ってたからそう言ってんだろうって言ったら、うん、いや見てますよちゃんと、昨日もこうだったじゃないですか。おすごい、よかったですね。豊さん隼人に飯食いに行こうかって言ったら、うんうん、いやちょっと用事があってみたいな。ほんと次の日豊さんとか言うから、うん、どうしたって、昨日上げた YouTube 見ましたよって。あと君なんか変なこと言う。門脇のこと言ってた。門脇選手の中なんか、いやだからまあそういうのはあるけどね、はい、まあ、だけどみんな見ててくれてすごく嬉しかったな。そうですよね、うん、まあでもやっぱより嘘じゃないレベルの高い話をね、まあ、どんどん伝えていきたいと思う中で、動画で撮ったよね、あの声をかけてくれた、あの先着1名の方に、そうそうそう、あの T シャツ3回でプレゼントします。そう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 、そういうことも。で俺も嬉しいことに、いや豊さんサインくださいって言われるんだよ。そうですよね。いやそうですよねって、俺はそうなんないと思ってたんだよ。お前選手がしてくれないからついでじゃねえのかっつって、はい、いやそんなことないですって言いながら、多分ついでだったと思うんだけど、まあまあもらえるものはもらっとけみたいな程度、はい、でそうやってちょっとしてたらさ、はい、なんか低い声でドドーンとか言うからさ、誰だこいつ持ってたら、はい、あれウォーカーかっていうような、そんなトレッドエアのブレイズの子をやった、そうそうそう、どうしたとか言ってたら、はい、どうさん動画で言ったらなんかくれるって言ってましたよねって初めて言われたんだよ。お前見てんのって言ったら、僕毎日見てるって。嬉しい、嬉しいんだよ。男性の方だったんですね。男性、はい、お母さんと一緒にいたんだけどさ、で本当かとか言って、はい、じゃあ T シャツ送るよって、うん、その時持っていく約束だったんだけど忘れて持って行ってなかったんだよ。はい、だから送るから、うん、まあ、スタッフが住所を、うん、じゃあ聞いておきますとか言って、はい、聞いたら、ダサーンとか言って来て、俺山口県の豊富の人だったんですよって、ってなったんだよ。同郷じゃないですか。同郷なんだよ。同郷も同じ町だからさ。嬉しいです、ね、本当かみたいな、はい、まあ、そうなったんだよ。ということで、本当に T シャツをね、はい、こう用意してるんで、こうやってね、あ、豊さんのそうですね、そうそうそう、はい、俺のねヘルメット姿と、はい、まあこうやね、じゃあこれにお母様と、はい、そのちょっとサインしようかな1枚だけでもね。でもよく声かけてくれたと思ってさ、ね、そうですよ、いや本当こういう風なねサインをね、はい、送りますので待っといてくださいね。待っててください、はい、言ってたじゃんミルクだとかさ、しゃぶしゃぶの、うん、でサンとかさ、はい、でチャコに電話したらチャコが休みだって、あ、予約が取れなかったんだ。いっぱいやっぱそのぐらい人気もで、三笠食堂、俺はやっぱスタッフも一緒に行ってたこう仕事仲間 もう絶賛だよ。美味しかった。まあ大体平均700円ぐらいで食える。安い、腹いっぱい。でも美味しいんですもんね。美味しい、いいな。いやいや本当に、だから今日はあれを食べますみたいな狙っていくんだよ。
みんなあれが美味しそうだったとかさ、で食も一つの楽しみですよね。まあそうだな、うん、たださ人気があるから並んでんだよ、入れないみたいな、そしたらなんか近くにあった蕎麦屋さんに入ったんだけど、うん、東京の蕎麦とか言っていやそれいつでも食えるでしょみたいな。でもまあ空いてないからそこしかないの。あ、でもそんなに混んでたんですか。いや混んでた混んでた。じゃあキャンプを見に来たファンの方たちだったの。あ、もういたね。まあ本当にあの平均すると70ぐらいのおばちゃんたちが作ってるんだよ。うん、うまいんだよ、やっぱなんか母の味というかさ、おふくろの味、なんかあったかみを感じるんだろうね、やっぱりね。そうですよね、うん、だからすごく、まあ、いいキャンプでしたよ。うん、あのこの後から続々と出していく動画、もちろんあの、はい、豊さんが、はい、今回の沖縄キャンプで見てきたリポート、はい、まあ、巨人だったり、うん、DeNA だったり、あともちろん阪神だったり、はい、そういった動画も出していきますし、豊さん巨人でどえらい方とインタビューできたっていう YouTube、 あー、どえらい方したらもう一人ぐらいしか、まあ、どえらい方は一人でしょですよね。まああの原タワーでねタワーで撮れたんですか。撮れたよ、撮れたけど、はい、ジャイアンツの広報が許してくれるかどうかだよなあ、これからそうですね、オッケーみたいな言ってくれるかどうか、確認作業入る。いやもうあの原監督なんかさ、うん、いや YouTube 出てよって言ったら、うん、え、いるのスタッフはとか言うから、うん、いやいるいる、あそこにいるから、そしたらなんか来いって言ったらスタッフは、うん、なんかためらっちゃって、うん、いやそうですよ、本当入っていいのかみたいな。そうですよ、誰も入れないからさ原タワー、いやとりあえずそこら辺はグランドには、ね、そうですよ、いいのかって、はい来いって撮ったんですね、うん、いろんなこと聞けました。いやもういろんなことで、ね、豊かとかいつも言うんだけど、はい、カメラが回った瞬間に、ね、うん、うん、それはねって、ちょっと予想行きにならないでよみたいな思ったけどなんか気持ちよく承諾してくれてさ、わー嬉しい、おいでよとか言われて、これちょっと撮ろうよとか言われて、広報の方の許可が出れば、うん、お願いしますね、よろしくお願いします、はい、さらにでね、達川さん撮れたんですか。だかお前見たぞとか言って電話かかっていて、ホテルに、はい、え、どこで見たんですかって、お前おるんじゃろうが沖縄にとか言って、うん、じゃあ飯食いましょうよとか言って、どうええどう言うて、でミスタッフとね来たんだけど、まあその時も、うん、あの達川さんが、あ、 YouTube 一本撮っていいですかって言ったら、うん、おええよお前って言うから、はい、まあ、セリーグだけど、はい、戦力分析と、うん、まあ、ある程度のこう順位予想という、おー、まあ、それも達川さんとやってるし、はい、まあ、楽しみにしてほしい。あとは京田のね、 DeNA の、そうですよね、京田選手インタビュー、これも取れたと、はい、そうだね、盛りだくさんですね。まあ盛りだくさんだった、はい、まあ、休み暇なしだよ、ね、そうですね、本当に本当にだから三笠食堂行って食べるぐらいしか、あとは楽しみがない。しかもね、東京帰ってきたらすぐ今度 YouTube の撮影だったりとかがあるので、休む暇なくっていう感じですよね。そうだね、そうだね。なので、ここからちょっとね、あのキャンプリポート続きますんで、ぜひ楽しみに。あとはお前忘れちゃいけないよ、俺の沖縄での一日っていうのもあるちょっと、いやいや YouTube で、いやだからキャンプ行ったらどういう動きをしてどういうことになってるのかっていうのは密着でやってくれたんだよ。あ、じゃあこれもちょっとね、楽しみにしてほしいな。そうですよね、はい、はい、ぜひ楽しみにしていてください、はい。